はい、こんばんは、吉尾です。吉尾 Vlog、 ちょっとごめんなさい、本日電気が今、たった今ですね、蛍光灯の電気が切れてしまって、ちょっと明かり撮影暗いかなっていう感じがしますが、その辺ちょっとご了承いただいてですね、はい、動画の方ご視聴ください。で、本日ご紹介させていただくのは、最近フルに使っているこのタスカムの DR10L のピンマイク。これね、置き撮りでも、ここに刺さなくて置き撮りでも声綺麗に拾ってくれるってことが気づいたんで、これでちょっとこれから撮影の時にですね、使っていきたいと思います。で、本日これをなんで出したかっていうと、これって単4電池で動いてるんですよ。だいたい単4電池1本でアルカリだと、10時間、まあ仮に8時間7時間としても、1日撮影はそんなにしないけど、まあつけっぱなしでさ、 Vlog 撮影とかしてる時に、なくなった時また家帰ってきたから新しいの買って入れるっていうのもコスパが高すぎてもったいないじゃないですか。そこで考えたのが、僕あの充電器バッテリーとかそういうものを一切あんまり使ったことないんですね。よくリチウムイオンバッテリーとかさ、急速充電とかさ、いろいろあるけども、でただ充電池、良いものを買えばフルに使えてコスパが安いじゃない。だって1日ね、例えば1日1週間で100円使ったとして、2、3本使ったら300円でしょ。もうあっという間に何千円っていっちゃうじゃないですか。それがもったいないから、本日こちらさせていただいたもの、はい、本日はパナソニックエネループ、最高にコスパがよく繰り返し充電にも強い、しかもですね、単3電池4本と単4電池2本、単1単2の、変換器までついているこの商品、アマゾンで結構激安、しかもですね、他のやつのもレビューが良くて、まあ安心して購入できるかなっていうもので、これを購入させていただきました。型番はですね、はい、 K の KJ53MCC42S です。さらに自然放電抑制、充電式電池エネループ、繰り返しは約2100回充電済みだって。もう充電済みなんだ。で、LED ランプもついてて、この商品結構いいんです。ごめん、今さ、撮影中だからさ、入ってこられると困るんだよね。え？まあ、いいよ、分かったよ、しょうがないな。すいません、今日ちょっとあの、僕一人じゃないんで、一緒にちょっと出たいってやつがいるんで、ごめんなさい。途中ですけど、じゃあちょっとずれるね、待って、よいしょ、端っこに行けばいいのかな。カメラがさ、これ画角そんなに広くないからやりづらくなっちゃうんだよ。これでいい？はい、 OK。 はい、紹介します、吉尾です。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日一緒にレビューしてもらうってことで、よろしくお願いします。はい、でこの充電早速開けていきますよ。うるさい、黙ってて。はい、まずですね、はい、本体付属ですね、コンセント式になっていて、ここにですね、単三電池がすでに4本、はい、入ってます。そしてこっち、はい、僕が今使いたいのはこの単4のでこのエネループですね。単4がついていて、これが、変換器です。この変換器があることによって、単1単2の変換器があることによって、この商品にも使えるっていうものです。この中にあの電池差し込めば単1単2に変換できるんですよ。なので本当にいいでしょう。しかもアマゾンで高いものだと5000円とか4000円になるの。これね、いくらしたの？値段見たらびっくりするんで、あとでアマゾンの方に見てください。よかったら購入してみていただいて。で、しかもこれ分かりやすく継ぎ足し充電できるんですよ。バッテリーの電池って、こういう電池ってさ、よくさ、あんまりこう電池残ってんのにまた充電したりすると傷んだり劣化したりするのね。だけどこれは繰り返し継ぎ足し充電もできるんで、安心してどんどんフルに活用していいっていうところがまた俺気に入りました。はい、こんな感じでですね、見えるかな、ちゃんと挿してください。これコンセント挿してると見えないか。はい、ここのランプが緑色に点滅してるんですけど、緑に点滅しているときはちょっと見せづらい。はい、緑に点滅しているときはもう充電済みってことですね。なので例えばこの充電してる最中にこれ1本抜くとさ、こんな感じで抜けるでしょ。緑のランプが点滅してないんですよ。だから充電中はこれが点滅しながらですね、充電が終わるときちんとですね、はい、緑についたら外してあげる。
で、ここに単葉も同じくこれ外してはまるようになってますんで、これ1台あれば単三単四両方ともバッテリー充電ができるんです。今日さどうだ参ったか、はい、誕生日じゃない？え、うん、だからいや単、うん、いやそれはないよ、聞けよ、間違って買ってねえもん、きちんとそんなにいっぱいポチれねえんだよ。だからゆっくりですね、吟味して2日3日悩んでやっと購入しました。はい、まあそう今日はそんな感じかな、はい、さっきから言ってるけど今日誕生日じゃない、なんかありました、ね、だからハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーミー、はい、はい、本日誕生日を迎えまして無事にですね、はい、年をまたよろしくお願いいたします。これからも吉尾ブログが上がってきますので、うん、よろしくお願いします。チャンネル登録を、あ、最初に言い忘れたよ、はい、このチャンネルが、はい、面白かったな、このチャンネルが、チャンネル登録、面白かったよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。チャンネル登録をした上でですね、最後までご視聴いただけると、僕の通知がそちらに行くこと思うんで、これから先いろんなことにチャレンジして、よろしくお願いいたします。頑張っていきたいと思いますんで、どうぞ吉尾ブログ、応援の方よろしくお願いいたします。また、コメントいただけるとですね、はい、ちゃんときちんとコメントも返しますし、まあ、こんなことやってほしい、あんなことやってほしいということがあれば、どんどんご意見やご要望、Twitter から DM でもいいです。やっていただけると、お疲れ様でした。それでは、お疲れ様でした。